平野紫蘭直伝。おでんをもっと美味しくする銃のマル秘テクニック。余ったおでん救済、平野紫直伝。激うま炊き込みご飯が微妙しすぎて止まらない。おでんといえば、日本の冬を代表する家庭料理の一つです。寒い季節に熱々の出汁で煮込まれた大根やこんにゃく、卵、ちくわなどが並ぶおでん鍋は、家庭でも居酒屋でも、多くの人々に愛されています。しかし、 どれだけおでんが好きでも、具材にしっかりと味が染み込まないことや、毎回同じ具材を使ってしまう、マンネリカが悩みの種になることもあります。そんな悩みを解決するために、俳優の平野翔さんが登場しました。彼は最近、日本テレビ系の情報番組、ZIP! に出演し、おでんのおいしさを一段と引き上げるテクニックを披露しました。彼のアイデアをもとに、 おでんををさらに楽しむための方法を掘り下げてみましょうまず、平野さんが指摘したのは、おでんの具材にしっかりと味を染み込ませることの難しさです。特に、大根やこんにゃくのような具材は、出汁の味がなかなか中まで入らず、煮込む時間が長くなってしまうことが多いです。この問題を解決するために平野さんが紹介したのが、ある簡単なテクニックです。それは、具材に下処理を施すことです。 大根の場合皮を厚めにむき隠し包丁を入れることで煮込み時間を短縮しつつ味が染み込みやすくなるのですこんにゃくも切れ目を入れることで出汁が内部にしっかりと入り込み豊かな風味を楽しむことができるようになりますさらにおでんには定番の具材がありますがこれがマンネリ感の原因にもなります毎回同じ具材を使うことで味の変化が少なく 時には飽きてしままうこともありますそこで平野さんは、普段のおでんに使わないような新しい具材を試してみることを提案しています。例えば、きのこ類や練り物以外の野菜、さらには鶏肉など、普段はおでんに入れない食材を加えることで、新しい味わいを発見することができます。彼は番組内で実際にいくつかの具材を試し、その結果、新しい、定番を見つけることができました。 このアプローチは、ただ具材を変えるだけでなく、おでん自体の楽しみ方を広げる可能性を秘めています。また、おでんを作る際、具材が余ることは珍しくありません。特に、少人数の家庭や一人暮らしでは、一度に作る量が多くなりがちです。しかし、平野さんは余ったおでんも美味しく活用できると強調しています。彼が紹介したのは、余った具材と出汁を使った炊き込みご飯です。 おでんの具材や出汁には、豊かなうまみが詰まっており、それをそのまま捨てるのはもったいないという考え方です。炊き込みご飯にすることで、次のひもおでんの風味を楽しむことができる上、ご飯にも出汁のおいしさが染み込み、新たな料理として楽しむことができるのです。この発想は、家庭料理としてのおでんを無駄なく楽しむ方法として非常に魅力的です。おでんにまつわるこれらのアイデアは、単なる料理の技術にとどまらず、 家庭での食の食楽しみ方をを広げる可能性を持っています特に現代の忙しいライフスタイルにおいて、食事の準備にかける時間が限られている中で、簡単においしい料理を作る方法は、多くの人々にとって重要なテーマです。平野さんのような有名人が身近な料理をテーマにアドバイスを提供することで、より多くの人が自分自身の料理に興味を持ち、新しい発見をするきっかけとなるでしょう。さらに、 おでんという料理自体が、日本の伝統的な文化や家族のつながりを象徴するものであることも忘れてはなりません。家族や友人と一緒に鍋を囲み、具材を選んでシェアするという体験は、単なる食事以上の意味を持っています。特に冬の寒い季節には、心も体も温まるおでんは、人々の間に絆を深める力を持っているのです。おでんが持つこうした、人をつなげる力は、 家庭料理の魅力の一つであり、それが現代でも受け継がれているのは素晴らしいことです。とはいえ、現代の家庭では昔のように一日中煮込む時間がないという声も多いかもしれません。忙しい日常の中で、少しでも効率よくおでんを楽しむ方法を考えることは、重要な課題です。例えば、近年では圧力鍋や電子レンジを使って短時間で味を染み込ませる方法も注目されています。 これにより、昔ながらの方法でじっくり煮込む時間がなくても、十分においしいおでんを作ることが可能になっています。テクノロジーの進化によって、伝統的な料理も新しい形で楽しむことができるのです。また、平野さんのアイデアに触発されて、おでんの具材に限らず、自宅で手軽に作れるアレンジレシピにも挑戦してみるのも面白いかもしれません。例えば、 余ったおでんの具材を使ったパスタやスープにアレンジすることで、普段の食卓に新しい風を吹き込むことができます。こうした柔軟なアプローチは、料理をよりクリエイティブに楽しむための一つの方法であり、家族や友人との食事の時間がさらに楽しいものとなるでしょう。さらに、おでんという料理には、単なる味わい以上に深い意味があります。特に冬の寒い季節におでんを囲むことは、 日本の家族文化や共同体意識を象徴しているとも言えるでしょう。大きな鍋にさまざまな具材が一緒に煮込まれ、だしを分け合うという行為は、まさに家庭の温かさや人と人とのつながりを具現化したものです。どの具材もそれぞれ異なる形や味を持ちながら、一つのだしで一体化するこの料理には、共存や調和というテーマが自然と含まれています。それは家族や友人が同じテーブルを囲み、 共有する喜びと似ているのかもしれません。また、平野翔さんのように、おでんに新しい工夫や視点を加えることは、私たちが日々の生活の中で、既成概念を打破することの重要性を示しているとも言えます。例えば、料理においても、普段は避けてしまうような具材や調理法に挑戦することが、新しい発見や楽しみをもたらすかもしれません。それは単に料理だけに限らず、 日常生活全般においても同様です私たちは時に慣れ親しんだ方法やアイデアに固執し新しいアプローチを試すことをためらってしまいますしかし平野さんが見せてくれたように少しの工夫や変化がいつもの風景に新たな色を加えより豊かで魅力的なものに変える力を持っているのですこのような柔軟な思考は特に現代の社会において求められる重要なスキルです 急速に変化する時代において、私たちは常に新しい情報や技術に対応する必要があります。料理という一見変わらない家庭の営みの中でさえ、新しい道具やテクニック、そして多文化の影響が加わり、進化し続けています。例えば、インターネットや SNS を通じて、今まで知らなかったレシピや調理方法が瞬時に手に入る時代です。おでんという伝統的な料理も例外ではなく、 他国のススパイスやハーブを取り入れた、フュージョンおでんなど新たな形で進化しているのです。実際、平野さんが紹介したように余ったおでんの具材を使って炊き込みご飯にアレンジするという発想は無駄を出さないエコな視点からも非常に意義深いです。食品ロスが世界的な課題となっている現代において家庭でできる小さな工夫が大きな影響をもたらす可能性があります。特に日本では食べ物を大切にする。 もったいないといいいなとう概念が根付いていますこの精神を料理に生かし、余った材料を無駄にせず、新たな料理に転用することは、環境保護にも貢献する素晴らしい方法です。また、余ったおでんの具材を使ってリメイク料理を作るという考え方は、家庭の中での創造性を刺激するものでもあります。家族や友人との会話の中で、今日はどんなアレンジをしようか、と話し合うこと自体が、 食卓をを囲む時間をさらにに楽しししいものにしてくれるでしょう料理はただの食べ物ではなくそれを通じて人々が交流し共に過ごす時間をより豊かにするツールですこうしたおでんリメイクのアイデアは日常生活における小さな楽しみを見つける方法としても非常に有益ですさらに現代の消費者が注目している健康志向にもおでんは適した料理です 具材には低カロリーで栄養価の高いものが多く、特に野菜を多く使えば、ビタミンやミネラルを豊富に摂取できます。こんにゃくや大根、卵などはタンパク質や食物繊維をバランスよく含んでおり、体に優しい料理としても人気です。平野さんのように、キノコや新しい野菜を加えることで、さらに栄養価が高まるだけでなく、味のバリエーションも広がります。忙しい現代人にとって、 手軽で栄養満点なおでんは、まさに理想的な食事といえるでしょう。とはいえ、おでんを楽しむには時間と手間がかかるというイメージも根強いです。昔ながらの家庭では、1日中火を入れて煮込むことができましたが、現代ではそのような時間を持つ人は少ないかもしれません。しかし、平野さんが提案した下処理や工夫を取り入れれば、より短時間で同じように美味しいおでんが楽しめるのです。ここでもまた、 柔軟な発想や新しい技術の活用が、伝統的な料理を現代の生活に適応させる鍵となります。おでんの魅力は、こうした工夫やアレンジの幅広さにあります。具材やだしの組み合わせを自由に変えたり、余った材料を使って新しい料理を作ったりすることで、おでんは無限の可能性を秘めた料理になります。家族や友人と一緒に作り、シェアし、楽しむ時間は、 ただの食事の時間を超えた特別な体験となるでしょう。そして、その過程で新しい発見やアイデアが生まれることも、おでんを通じた大きな喜びの一つです。最後に、おでんを楽しむという好意そのものが、ただの食事ではなく、心の満足感を得るための大切なひとときであることを忘れてはいけません。料理はただお腹を満たすだけでなく、その過程や食べる相手との時間。 そして出来上がった料理をみんなで囲む瞬間にこそ真の価値があるのです特に冬の寒い夜に食べるおでんは心も温まる一品でありその美味しさとともに家族や友人との絆を深める力を持っています平野さんが示してくれたようなちょっとした工夫で私たちの日常の食卓もさらに豊かで楽しいものになるでしょう